旧見附学校にやってきました。日本最古の小学校の校舎ですね。受付があるんだ、ちゃんと。いいね。ヘルメットがあるぞ。教室の風景。このヘルメットなんだろう。これはどういうこと。に行ってからぐるって回っていきましょうか。トイレ、トイレ、岩田文庫がある。
階はいけない。裏から見たらこんな感じです。上ちょっと行ってみようか。まあ順番通りにトイレ、そろばんだ。でかいな。これがなんだ。順路。びっくりした。人がいるかと思った。先生か。で、ここが何だ。これも入れると。調整中、お手が出ないので引きません。はい、じゃあ向かいに行ってみましょうか。こうなんかね、急になってんのね。結構緩やかな階段じゃなくて、結構急な階段。こんにちは。これが当時の校舎ですね。昭和30年。オルガン。ここだけ抜けてるね。順路。上にも行けるのか。順路。東海道見附宿。部屋敷店。これなんか新しい感じがするけど、
ああ、こういうのいいですよね。旅の持ち物っていう。興味深いわ。昔のおもちゃか。模型。はいはい、じゃあ上に行ってみましょうか。ひしひし音が言うけど、やっぱ急だねここ。ギシギシギシ言う、ギシ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 言う音が。抜けそうで怖いね。まあ、抜けないと思うけど。台所、ここ入っていいのかな。ここすごいね。ギーっていう。ここ。昔遊びの部屋。これ遊べるんだ。すごいギシギシ言うね、ここ。本当に。ここもそうだけど、この下がね、すごい響く。昔の遊びやってみよう。こうか、こっちは何だ、こっちは開かないんだね。で、これラストかな。4階はラリーに使われたか。ここから屋根に出れた。
回は太鼓楼です。太鼓これなんだ、危険です。それじゃあ降りましょう。はい、出てきました。ここから裏に行ってみましょうか。これ非常階段になってる。こっちはお寺じゃなくて神社ですね。神社の境内です。でここがトイレですね。でこう横を通れるんだね、それぞれ左右で。ここも多分非常口ですね。ということで、旧三重学校でした。